でもなんだかんだ言って吉田さん結構英語わかるようになりましたよね。僕はわかるようになりました。別にでも結構英語ちゃんと聞き取れてると思って、はい、喋るのは自分が普段喋ってるほどの自信がないからプロに任せようと思って任せてますけど、聞き取りは相当わかるようになりましたね。別になんか英語勉強してるわけでもないですよね。ないですね。仕事でですか？いやだから普段からその海外のメディアの方、多分皆さんが思ってる以上に海外の方のメディあのインタビューって受けてるんです僕。多分その時にあとやっぱりひどい話、ちょっとメディアツアーに行くと1日8時間かける5日かける2週間みたいなのを やる時にずっとそうなんで、だんだん覚えてくるんですよ。やっぱ短期集中講座みたいな、夏期講習みたいな感じでだいぶ分かるようになりましたね。